所ってなるんですかね、まあ、かつてはですねちょっと信じられないかもしれませんがね、ここ小樽が北海道の中心だった時もあったそうです。遡ること明治から昭和の中頃にかけまして、北海道開拓の拠点として港とともに発展していきました。日本で3番目となる、ね、鉄道の開通、石炭の積み出し、そしてニシン漁もですね非常に盛んだったとも言われております。中でもこのニシン漁に至ってはですね、今では信じられないかもしれませんが、この運河に手を入れるとですね、手づかみで取れるほどたくさんのニシンがねここ小樽で取れていたとも言われております。またですね、商業の街として賑わいを見せたここ小樽市ですが、今お客様の左側に見えておりますこのような倉庫群がですね、ここ小樽にはたくさんと立ち並んでおりました。そして北のウォール街と呼ばれていた銀行街にはですね、当時札幌が10店舗に対してここ小樽はその倍の20店舗、最も多かった時にはですね、なんと40店舗以上の銀行がですねこの小樽市に立ち並んでいたとも言われております。まあ、今となったらですね、さすがにね、40店舗以上の銀行はね、この樽市にはもう残されてはいませんがね、昔はですね、